女優福原遥深田恭子がダブル主演を務める TBS 系連続ドラマ1840二人なら夢も恋も第3話が25日放送され、平均世帯視聴率が 6.6% だったことが26日ビデオリサーチの調べで分かった。同ドラマは福原演じる夢に向かって歩き始めた18歳の妊婦中川アリスと、深田演じるアラフォーで恋を後回しにしてきたビジネスパーソン成瀬瞳子の2人の女性が年の差を超えたシスターフットを築き、それぞれ役割男子と恋に落ちるラブストーリー。最終的に同志から一郎に全てを話して実家に戻るか、それとも同志と一緒に暮らすかという二択を突きつけられたアリスは、しぶしぶ同志との共同生活を選択する。そんな中渦美香の勉強机をアパートから運ぼうと同志がファインアート運送の相沢を頼ると、そこには加瀬の姿が。